現実味のない挑戦者のプレゼンに詰め寄る社長たち。物語は中盤戦へ。で、今のニューラリンクからまあ7年遅れの段階、まあ、ざっくり言うと7年遅れなんだけど、7年遅れたところで向こうのあれと比べて何が優れているとお考えですか？ニューラリンク自体はチップを作るところです。その後に脳に埋め込んでから第二段階の本当の、まあ、難しいところが始まります。要は脳の中の神経細胞との対応を図っていくところですね。そこがまだ7年遅れていても追い抜ける可能性があります。そしてニューラリンクの方が先に出たとしても、今からやっておけば技術的に遅れを取りにくい2番手3番手になれる可能性があるということです。だから そっちの一番僕は見えてこないのは、どうしても僕は人工知能に来ますけど、自分の脳にこれを埋め込んだときに、そこのマシンラーニングはあのマスク氏たちがやっていることと何をどういうふうに違って、そのマシンラーニングをやろうと思っているのかっていうのは見えないわけですよ。みんなそこからデータを取ってマシンラーニングを機械学習をやるっていうのは一緒だと思うのね。何が違う？データを取ります。で、人間だと内観との対応が取れるわけですね。今痛いとか、あと あっていうふうに聞こえると。でも猿や動物ではそれができないわけですね。そうじゃなくて、向こうも人間に入れようとしてるんじゃないですか？まあ、そうですね。あの1年以内にイーロン・マスクが自分の脳に入れるという話ももう教認可待ちなんで、はい、それだけだから。向こうは入れた時に、あなたは入れた時に何が違うの？アプローチの根本的に取ろうとしているアプローチの様相様との違いが見えてこないから、こっちがかゆいの。まあ違いがなかったらないでいいんだよ、うん、僕はね、さっき自分がこれを一人でやらなくてもいいという意見を澤君が言ってたでしょ、はい、だからイーロン・マスク氏がそれを先にやって、それが本当に社会のためになる、問題解決のためになるんだったら、そのイーロン・マスク氏の下で働けばいい。その通りです。それもありです。ただその場合はやはり日本初のチップにならないというところが残念ですが、人類の貢献にはなるので、私はそれもありだと思ってます。でもイーロン・マスク氏はもし一緒に組むなら思いが強い人間と組みたいはず。ちゃんとその思いに沿った行動をしている人たちと組みたいはず。今の私はようやくここに来れるくらいのものしか持っていないと。まだ何も、一番手っ取り早いのはやっぱりお金を稼いでどんどん作っていくことだと思うんですけれども、それもできていない。一般人です。いや、お金を作るという問題が一番解決すべき課題ちゃうんですよ。何かしらの技術的な課題の解決策、それについての他と違うアプローチが思いついているとか、その問題は先に解決しなきゃいけないんじゃないですか？仮にお金があったとして、次のステップって何なんですか？はい、チップの製造の方に入って、いきます。製造のこの過程を教えてもらえますか？まずは配線して、どういう回路で、どういうコンデンサーとか脳に埋め込む回路とか、こう糸みたいなのがあるんですけど、組んでいくのか、まあ、それが設計ですね。そしてその設計はできるんですか？私はその設計は私自身はできません。誰ができるんですか？できる方に頼みます。そのできる方っていうのはもうご存知なんですか？いえ。それはひどいですね。だからお金があっても何をすべきか分かってないところにお金は集まらないんですよ。何をすべきか明確なところにお金が集まるんで。僕そのプレゼン僕でもできます。澤さんに魅力を感じないですよね。僕が1日2日で学べることだったら僕やりますよ。詰める社長たち、挑戦者はここから巻き返しを図ることができるのか。いよいよ終盤戦へ。この予算案みたいなのが入ってるんですけど、これの根拠は何ですか？じゃあそこに書いてあるものは全部イーロン・マスクさんのものを、そこの写真のやつは、はい、
だったら475億円を向こうは何に突っ込んだ？向こうはもっと大量に、お金をつけてやりました。で、私がやるんだったらこのくらいでなんとかできるところまで持っていけるんじゃないのかというところで、積算してます。向こうの特許などはどうやって避けていくん？そこは作ってからだというふうに。でもやる気があるのは分かります。すごいなと思います。僕だったらね、やっぱこんだけ詰められると無理かもなって思っちゃうんですけど、全然今、なるほど、最初来た時と同じテンションですか？ちなみに聞きたいんですけど。少し状態は落ちていますが。落ちてるんですね。自覚ある。それは申し訳ないです。私はまあそうですね、できるだけこの寄り添いたい気持ちって絶対にあると思うんですよ、こう座ってる限りは。ただその例えばですよ、この目の前に100億円あったとして、少ないですけど、その開発としては仮にですよ、100億円あったとしたら、まず何に使うのかなっていうちょっと疑問なんですね。そこが全然こう明確に答えてこないんで、うんってなるっていうか。このプロセスの途中で解決しなきゃならない課題のトップ5は何ですか？はい、実績がないと許認可取れないでしょうね、日本では。いえいえ、実績を作る前に許認可を出すんですよ、テストのために。それを取る上での課題は、あなたは洗い出しができているのかできていないのかって知りたい、はい、じゃあ技術的なことで3つ言いますと、脳の中にこう電気が漏れ、違いますよ、多分聞きたいことは。いやいや、いいんだ、とりあえずこれ聞きましょう、うん、この問題について考えた形跡があるのかどうかは僕は知りたい、ね、電流が漏れ出さないかとか、これを刺していてオフにした時にちゃんとオフになって何にもないようにできるか、要は、うん、なんか変な電流が流れて、okay、 で、あとはその中にリチウムイオンを入れますけれども、それが絶対その中で漏れたりしないかっていうところ、あとはその金属が脳と癒着して、取ろうと思っても取れなくなっちゃうっていうのが起こりにくい、うん、あとは狙っている細胞にその一つのエレクトロードから、まあイーロンの場合は4つ、私の場合は10個くらいこう電流を取るポイントを生成するんですけれども、そこの金属がこう違うんですね。でその金属の境目のところが、その電気が流れているうちにこう通電が不可能にならないか。で今の話を聞いて初めてあなたはこの分野について何か知っているかもしれないって初めて思った。だってこんな話最初からしたって絶対分からないでしょ。いやいや、最初からこういう話をして、実はこういう難しい課題があって、これについて私はこういう解決策を考えてますという具体策みたいなのがあるって聞いたら、この人はこの分野で何か進んでるかもしれないと思っちゃうんです。ジャッジメントタイム。ここでは挑戦者は退席し、社長たちはサポートするか否か決断する時間。つかめない話が多すぎる、まず。でもなんか最後の方はすごい。そうそうそう、初めて最後の方は実際にその許認可でニューラリンクがこけているところ言ってるんですよ。でこれまあ金属のマイグレーションというんですけど、その金属が脳に浸透して取れなくなるとか、リチウムの電池は脳の中に入れるんだからそれはどうするのかとか、そういう問題は一応知っているということで、この分野についてまあ何かを勉強したことがあるということがあったんだけど、見えてないのはそういう一つの問題に対して具体策として自分は策があるというところまで見えないんです。なるほど、知識があることは分かった。知識が少しあるんだけれども、ただまあ唯一策があるのは許認可が難しいから、私はどっか規則が悪い海外にいて自分の脳に埋め込むというところまでしか具体策が聞こえてこなかったというのは、僕はちょっと参ったところですよね。僕は人間の可能性を信じるし、彼のキャラも素晴らしいと思う、うん、でもこれをラーメン屋に例えた時に、ラーメンについてラーメン屋をやりたいという思いはある。でラーメンについても非常に表面的に勉強した、だけどそのための行動を一切してないというのは非常に引っかかる、うん、ありがとうございます。
元則社長。いやもう僕もあのジョヤス全く一緒になっちゃうんですけど、結局突っ込めば突っ込むほど答えれなくなるってことは多分具体的に行動してないと思うんですよね、うん、もう読んだものとか見たものだけで、まあ、竹野さんも言ったようにベラベラ喋って具体的に行動してないから、じゃあ具体策とか本当にこの金額ってかかりますかっていう数字も出せないっていうところで、ちょっとこうどうなんだろうなっていう、もう思いですね。だから途中から質問してもなんか責めちゃうようでかわいそうになっちゃったなって思います、はい、僕は、うんうん、はい、ありがとうございます。吉野社長。まあ僕も一緒なんですけど、うん、実際に、まあ、なんていうんですか、本当かなっていう話がいっぱいあったりとか、うん、根拠があるのかなとか、あとはなんかちょっとあの偏見ですけど、ちょっと人間的に怖いなってちょっと思っちゃって。偏見ですね、はい、それは偏見なんですけどちょっと怖いなと思って。はい、でもそういう人間的なところでね、僕はちょっと引っかかったのは、あれだけ長いことね自衛隊にいて味方がいないっていうのは、これはどういうことかなっていう、うん、普通長いところどっかに行ったら、どんなアホなことをやろうとしても味方してくれる人は少し出るじゃないですか。 それはちょっと思いましたね、うん、なるほど。脳の埋め込みチップを開発して日本の国力を爆上げしたい挑戦者の思いは、壁を越えることはできるのか。いよいよ最終ジャッジ。それではここでルールの説明を行います。5人のうち過半数以上3名の社長がサポートしたいと答えた場合のみ、見事壁クリアとなります。元則社長の答えは、僕 あの結論はですね、はい、サポートしませんということで、まあ、一つは単純に僕のサポートできるところがあるのかなっていう、そこの専門分野でもないですし、そこに投じるお金っていうのは巨額なものだと思いますので、僕が出せるものでもないと思うっていうのと、あとはあのやっぱ僕思いは最初強いなと思ったんですけど、まあ、正直行動は全くしてない人だなっていうのを感じてしまったので、なんかだんだんこう話しているうちに、最初はこう僕も何かないかなと思ったんですけど、だんだんちょっと自分の心に従うと引いてってしまう自分がいたので、今回はちょっとサポートしませんということで、はい、ただまあ、あの陰ながら応援します、はい。ジュリアス氏の答えは、サポートはしません、うん、ほとんどの場合は教育でなんとかなると思ってる。だけどもやはり思いの部分だけは本人がしっかり持ってないといけない。やはり思いと行動は比例すると思ってます。なので行動が足りないということは、まだ思いを燃やさなきゃいけない。なのでここで沢君は新しい未来でもっともっと思いを強くしていけば、さらなる仲間やその時に縁があればコンサルに入るでしょう、うん、ただここでストップしないような男だと信じてます。 Thank you。 ジェームス氏の答えは、僕は辞退させていただきます、理由はすごく簡単です。問題の整理とその問題についてのアプローチ、もしくはすでに解決している問題は一つでもあるというところが見えないというところですね。で、そうするとやっぱりこれだけ長年にわたって思い続けて問題の整理がまだできてないとなると、実現性は薄く感じます。まあ、そのあたり全部整理されて問題解決の一つでも二つでも図った上で出直していただければ、話がまたちょっと違うのかもしれません。吉野社長の答えは、はい、すいません、僕もサポートできないです、はい、困ってる人がもしもこれで助かるんだったら本当に応援したいんですけど、僕が知らないことが多すぎたんで、はい、すいません。竹野内社長の答えは、はい、まあ、ちょっと残念な結果ではあるんですが、まあ、僕もサポートはやっぱりちょっとできないなと思ってたんですね。僕があまりにも知らなさすぎるんで、それは逆に申し訳ないなっていう、本当そういう気持ちです。で、まあ、行動が伴ってないというよりも、お金がないと行動ができないんだろうなとは思うんですね。お金があれさえすれば、おそらくここに100億積まれたら
多分おそらくすごい行動されてる人だと思います、はい、なのであの他の方の意見とちょっと違うのは、行動はしたいけれども先立つものがないから行動できないんだと、なのでサポートしてほしいって言われてると思うので、そこは逆に協力できないことが僕は残念だなとは思ってるんですよ。ただ一つ方法としては、僕はイーロン・マスクさんにやっぱ会いに行って、イーロン・マスクさんができない理由はこうだよと、それが僕はだったら実現できるからとにかく僕を使ってくれっていう方がおそらく現実味がある気がするんですよ。そっちの方法、まあやり方は変わっても、その日本初じゃなくても澤さんが作ったじゃなくても僕はいいと思うんですよ。本当に人の役に立って、そこに協力したいっていうんであれば、日本人が初めて協力して出来上がったものっていう形でリリースできたら、それって日本人からも相当尊敬されると思うし、僕としても日本人として誇り高いと思うんですよね。だから澤さんには違う形でも何かできるんじゃないかなと思うんですよね。そういう行動を一度してみてほしいなっていうふうにはちょっと思いました。どうですか？ I got it! ごめんなさい。日本やります、はい、やりますね、やります。わかりました。ありがとうございます。後ほどまた教えてください。ぜひとも今後ともよろしくお願いします。彼の挑戦はこれからも続く。